毎日のようにガンガントレーニングしてしまいますと筋肉がどんどん減ってしまう。アフターケアが大事になってくるんですね。皆さんこんにちは、山本由伸です。今回は筋肉がうまくつかない NG 習慣について紹介したいと思います。トレーニングを始めるとどうしても面白くてですね、毎日のように頑張ってしまうという方多いと思うんですけれども、トレーニングのやりすぎ、これ一番筋肉がつかない NG となります。トレーニングというのは筋肉を発達させるシグナルなんですけれども、それがいくら強くても筋肉がいっぱいついてくるというわけではないです。シグナルが1回起こればそれで十分なんですね。トレーニングやりすぎてしまいますと、今度は筋肉が分解してしまう。筋肉の合成と分解のバランスで筋肉が増えるか減るかが決まってきますので、毎日のようにガンガントレーニングしてしまいますと筋肉がどんどん減ってしまう。下手するともう怪我してしまうということにもなりますので、トレーニングはやりすぎない、ちゃんと休むということが大事になります。私の方では101理論というものをお話しているんですけれども、今の能力が100であれば101の刺激で十分ということですね。120、130の刺激はいらないということでもあります。具体的には軽い筋肉痛が来ればもう101以上だと考えて結構ですので、すごく強い筋肉痛が来てその後何日も筋肉痛取れないというようなやり方だと、もうやりすぎだということがわかるかと思います。そしてトレーニングの重量が伸びてさえいれば十分、筋肉痛がなくても101の刺激が与えられているということになりますので、使用重量の伸びも考慮に入れていただければと思います。まずトレーニングはやりすぎないということと、回復が大事だという話もしたんですけれども、アフターケアが大事になってくるんですね。トレーニングした後にちゃんと筋肉をケアしてあげないといけない。特に今寒い時期です。寒くて血流が悪くなっている、そのような時は筋肉の合成もあんまり起こらないんですね。筋肉というのは温めると筋タンパクの合成が起こりやすくなります。ですのでサウナに入ったりとかお風呂に入ったりとかで筋肉を温めてあげることが大事。そしてトレーニング前もできればしっかりとウォームアップをしてですね、いきなり冷えた状態でジムに行っていきなり重いものを上げたりしてしまいますと怪我の原因にもなります。ですので軽くエアロバイクをちょっと漕いだりとか、サウナがあったらちょっと入ったりとかで体を温めてからトレーニングに移るというようにします。そして終わってからもしっかりと血行を促進してあげるようにしてください。ただ筋肉痛がひどい時とか、ちょっと怪我をして炎症がある時、炎症がある時には温めると逆に悪くなってしまいますから、そういう痛い場所なんかは冷やす、アイシングをするようにしてください。そして3つ目なんですけれども、食事が大事になってきます。よくボディービルダーっていうとささみとブロッコリーというようなイメージがあると思うんですけれども、ささみとブロッコリーばかり毎日食べている人見るとあんまり大きくなってないということがわかるかと思います。これは脂肪が足りてないんですね。脂肪が足りないとホルモンが作られません。男性ホルモンテストステロンというのは脂肪が材料となって作られるものですので、しっかりと脂肪を取らないと逆に筋肉が減ってしまうということにもなります。そしてもちろんささみとブロッコリーだけだと他のビタミンとか、タンパク質もですね、ささみだけでは全然取れないということにもなりますし、アミノ酸のバランスも悪くなってしまうということがありますので、もちろんプロテインはしっかり飲んだ上でいろんな食材からアミノ酸を取ってアミノ酸のバランスを整えてあげる。で、脂肪を取るということと、あとアミノ酸のバランスを整えるということを考えますと、できれば卵を食べると良いかと思います。卵には全卵でしたらしっかりと脂肪も含まれますし、アミノ酸のバランスも完璧ということがありますので、ささみブロッコリーだけしか食べないという方がいたら、その人がもし卵を食べたら一気に筋肉増えてくると思います。ですので卵じゃなければダメっていうわけではないんですけれども、ある程度の油は取らないと筋肉は増えませんよということになります。
それでは Q&A の方に移りましょう。足を鍛えればテストステロン値が上がりやすくなるって聞いたことがありますが本当ですか、素直に真剣に恥ずかしいながらですがモテたいですということなんですが、足を鍛えますとテストステロン、あと成長ホルモンも増えてきます。ただこれは足に限ったことではないんですね。上半身だけでも十分そういったことは起こります。ただ足の方がやっぱり筋肉が大きいということもありますし、足のトレーニングをすると上半身も刺激されるということもありますから、スクワットをやることでテストステロンや成長ホルモンが増えるということは十分にありえます。ただこれはですね、何週間もそれを続けていくとその反応が悪くなってくるんですね。それまでトレーニングしたことない人がスクワットをやると一時的に何週間かの間はテストステロンが増えます。でもこれが6週間10週間と続いてくるとだん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 元のレベルに戻ってしまうということもありますので、あまりトレーニング自体でテストステロンや成長ホルモンを増やすことは期待しない方がいいかと思います。それよりももしテストステロンを増やしたいのでしたら、亜鉛、ビタミン D、ビタミン E、マグネシウム、このあたりをしっかり取ることによって体内で十分テストステロンが作られるようにするということが大事ですので、食事の方の改善をしっかり行っていただいた方がテストステロンを増やしてモテるのにも役立つかなと思います。今回は筋肉がなかなかつかない NG 習慣についてお話ししました。面白かった、興味が持てたという方はぜひチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。そしていただいたご質問の中からピックアップしてお答えしていきますので、気軽にコメントを入れていただければと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。